はい、どうもことです。今日はね、エルレガーデンのオータムソングの解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングの BPM が172です。この曲かなり簡単なので、いつも通り、まあ、A メロとサビあって、で最後プラス、B メロ2番のサビ後のギターソロも解説していこうかなと思ってます。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあ A メロからやっていきます。はい、ここはかなりシンプルですね。全部パワーコードのブリッジミュートです。パワーコードなんですけども、ルートの音と、5度の音ですね。でブリッジミュートなんで、この右手の主頭の部分をこのブリッジのここに添える感じで音を切ります。じゃあ今回も簡単なんで、タブ札さずに口で説明していきます。またルートの音をフレットで言っていきます。最初の音が、6弦の4フレットです。で次5フレット、で次が7フレットですね。で4つ目が開放です。これの繰り返しです、サビまで。で、ここからリードギターがあるので、それの解説していきます。これもかなりシンプルなんで、はい、この部分なんですけども、指1本でいけます。最初の音が、4弦の9フレットですね。で次が3弦の9フレット、で次2弦の9フレットです。で右手は必ずオルタネイトでお願いします。はい、じゃあサビいきます。はい、ここもずっとパワーコードですね。サビは音圧が欲しいので、僕プラスオクターブ上の音も弾いてます。ルート5度の音で、小指でオクターブ上の音を押さえてます。はい、じゃあまたルートの音をフレットで言っていきます。はい、最初の音が5弦の4フレットです。次下がって6弦の4フレットです。で5フレットで最後開放です。これの繰り返しです。で途中で入るリードパートやっていきます。はい、これは全部オクターブ奏法です。じゃあこれは下にタブ札すんでゆっくりやります。
じゃあ次、2サビ後のギターソロをやっていきます。はい、じゃあ下にタブ譜出しながらゆっくり弾いていきます。はい、ここなんですけど、結構途中で大きい弦移動があるんで、ここですね、ここだけまあちょっと気をつけるのと、はい、あとは、ここのチョッピングですかね。この1本だけ弾いてチョーキングするんじゃなくて、この下の低音弦の2本ぐらいですかね、2弦3弦も一緒に弾く感じでやれば結構ザクッとした音になるんでかっこいいです。まあ、この2本は軽くミュートして、まあ、ゆっくりやるとこんな感じですね。ちょっとやりづらいですけど、まあ、勢いでいいと思います。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。結構シンプルでかっこいい曲なんで、ぜひマスターしてみてください。はい、じゃあぜひチャンネル登録お願いします。あと下の概要欄に各種 SNS の、まあ、Twitter しかないんですけど、リンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。ではまた。